みなさんこんにちは、ゆりこタイガーです。チャオー。今日は多分皆さんもね、もう見てる通りわかると思いますが、こちらです。ソニックシャドウジェネレーション、わーい。これ待ってました、15年間待ってました。じゃ超楽しみです。でなぜというと、ソニックジェネレーションは昔のゲームなんですけど、これシャドウずっと待ってた。いつかシャドウが戻るんじゃないかなってずっと思って、私の大好きな、一番好きなソニックのゲームはソニックアドベンチャー2のやつなんですけど、そちらにシャドウが出てくるんです。でシャドウくんが出てきて、でいつか、まあ、まあリメイクではないんですけど、まあいつかリメイクされるんじゃないかなってちょっと思って、まあきっとまあ難しいと思うんですけど、これどうになるのか、ちょっと結構ね、その昔のゲーム遊んでた人たちのこういういろんなキャラクターはね、多分こういうちっちゃいんですけど、こういうキャラクターはね多分分かってくると思うんですよね。これマリアというのキャラクターなんですけど、これはねゲームにとってめっちゃ大事です。でもまだ何も言いたくないから、実際にプレイしてみましょう。 Let's go。 すっごい我慢したよ。準備がいいか。それではメニューから入りましょう。ソニックジェネレーションとシャドウジェネレーション、おお、これで行くんだ。でもあのね、ソニック両方やってみましょう。でも最初からじゃあソニックで行くか。え、かわいい。昔のソニックと今新しいソニックもいるね。わあ、今のソニックですね。そう、これは今出てるのソニック、みんな知ってるのソニックだと思うんです。あー、ちょっと待って、これ来るんですよ。これはね、ファンとして心に来るんですよ。うわー、こういう見てるキャラクターは実はその昔のゲームのキャラクターも入ってるキャラクターたちなので、ソニックのファンとしてとっても嬉しいです。もう一度見られるなんて本当にセガさんに感謝です。でもなんかに現れてますね。そっちじゃねえでしょ。何それ。もうこれはシャドウの世界から出てきそうなモンスターじゃないかな。おのー、お、みんな別々のステージに閉じ込められてるんですよ。で、ソニック助けなくちゃいけないということですね。うんうん、ふむふむ。よーし。で、これで新しいソニックのゲームのやり方ですね。昔のソニックはこんな感じだったんですけど、新しいソニックだと前に進む感じですね。敵を倒すのやり方もちょっと違うなんですけど、大丈夫、結構簡単だから誰でもできます。よいしょ。今なんか力出てきた音は。で、ここからスーパースピードが出せますね。うわー、無敵ー、すごーい。トリンゴが集めたらできるんです。うわ、結構いいですね、これめっちゃいい感じです。あ、間違った。よいしょ。イエーごめんなさい、ちょっと遅かったですね。うわー、もうクオリティ的にはめちゃめちゃ高いですね。ダイナミックですね、とにかくソニックは。特にこのゲーム、新しいソニックはめっちゃダイナミックで。おー、よいしょ。
あ、ブーストあるんだ。そうだね。ブースト使いましょう。よっしゃー、めっちゃ速いわー、確かにこれめっちゃ速くなるんですね、いきなり。わー、ゴールに着きました。これもいいよね。昔のソニックでもいいんですけども、やっぱり新しいソニックが S、 いい感じ。また S をいただきました。イエーイ、 S ゲットしたぜ。わー、でこれで次ソニックじゃなくてシャドウに行ってみたいと思います。うわー、ちょっと実はね、今ソニックの格好してるんですけど、ごめんなさい、実はね、私の推してるキャラクターはシャドウなんですシャドウなんですよ。あ、入った、どこだ、これだ。今から50年前、ね、悪いソニックみたいな。軍の研究施設、スペースコロニーアークにて、天才科学者、プロフェッサー・ジェラルドによって生み出された究極生命体。ストーリーがね、もうちょっと重い、重いっていうか、エモいですよね、どちらかというと。不治の病で療養中のジェラルドの孫娘、マリアと、マリア、まるで兄弟のように暮らしていたが、アークで起きた事故の証拠隠滅のため、マリアとジェラルドは軍に命を奪われ、シャドウも幽閉されてしまう。そうです、そうです、シャドウのストーリーめっちゃ悲しいんですよ。目覚めたシャドウの脳裏に浮かぶのは悲しみと怒りの記憶、そして記憶に残るマリアの最後の言葉。今の場合じゃないよ、お願いよシャドウ、いつか必ずあの星に住む全ての人たちに。君も見るんだ、人類抹殺の復讐へと駆り立てた。シャドウの動きにソニックっぽいね、どちらか。マリアの本当の願いに気づいたシャドウは、これはね、ソニックアドベンチャーにもシャドウ・ザ・ヘッジホッグ、自らの心の声のみに従い、世界を断罪する孤高の黒きハリネズミ。彼には新たな試練が待ち受け、ごめん、あ、ここから始まるの。そう、ビジュアルとかもソニックとちょっと違うんですよ。わ、かっこいい。私のなぜ大好きなキャラクターで分かってきたの。わー、ここからも入れるんだ、すごい。あ、ノーノーノー、間違ってる、間違ってる、ごめん初めて間違ってる、ソニック。ちょっとね、嬉しすぎた。お、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 間違ってる、間違ってる、間違ってる、間違ってる。 OK、 始めて、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。わー、これね、子供遊んでた時に本当に同じ、なんかローラー、ローラーって言うんだろう、を買って同じモニュメントしたんだ。よっしゃ、よっしゃ。シャドウも遊び方はね、ソニックとちょっとちょっぴりは違うんですよ。だから好みかな、どっちが一番好きなのは。これが究極の力だ。 What is this? うわ、カオスコントロールだ、カオスコントロールでできるんだ、すごい。カオスコントロール、なるほど、これでカオスコントロールを使うんですよね。なるほどね。そう、もうちょっとシャドウはね、もうちょっと戦うキャラクターだと思うんですよね。お、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 あ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 、
わーお、これ新しいな、こういう。おお、もう一度か。なるほど、壊すまでなんですね。わーお、オーマイガーッ、楽しい。なるほど、これこいつだ。あれ、うめえ、アモーレ。アモーレもびっくりした。わあ、なんだここは。ようこそシャドウザ地獄。何？捕まえなくて。やっぱりシャドウのストーリーが一番気になるかもしれない。わー、でこういうシーンが特にかっこいいですよね。なんだった今。約束の時は近い。ブリングない、止まりはせん。お、いきなりボス、いきなりボスなの。うわー、これはまた。これ昔はソニックザヘッジョグのゲームとかもあったんですけど、ちょっとね、色とか、まあ、いろんなアイテムとか見てて、すすぎよし。イエーイ、ゲットした。いやちょっと今回はね、いっぱい間違っちゃったから S が無理かな。あ、やっぱり。あ、血だった。血だった。でも、面白かったです。少しだけ、しか遊んでないなんですけど、もうめっちゃ良くて、今までのソニックゲームの中で多分一番好きになりそうと思います。やっぱり昔のファンと今のファンでも楽しめる、ゲームだと思うし、結構ね、そのダイナミックと、まあ速さと、まあ、グラフィックはとにかくめっちゃいいから、本当にソニックわからない方でもいっぱい楽しめるゲームだなと思って、でもファンとして特に嬉しいです。特に嬉しいです。本当にありがとうございます。このゲームがね、ずっと待ってたので、そのソニックとシャドウはどうやって会うのか、どうやってね、そのストーリーどんな感じになるのか、本当に気になってしょうがないから、今夜に全部終わりたいと、このゲームに終わりたいと思います。プライベートで。はい。ということで、まあ、皆さんはね、まあ、もしユリコタイガとかお好きであれば、ぜひぜひ、このゲームが一番おすすめにしてます。これですね。これ、ゲットしても、もうパッケージもかっこいいですね。ほんとこういう。もうここからもいけるし、そのね、シャドウ好きだから。で、ここからもいけるし、2つのゲームが入ってるみたいな感じなので、どっちもね、遊べるから、本当に最高だなって思ってます。はい。ちなみにこちらはワンプレイヤーだけですよね。皆さんご注意しててください。はい。ということで、本当にありがとうございます。こういう動画を好きだったら、ぜひコメントとかいいねのボタンも押してください。そしてよかったら友達とかとシェアにしてくださいね。よろしくお願いします。
はい、とにかくソニックが大好きで、セガさんにこういうゲームが生まれてくれて本当にありがとうございます。またねー。